は怖かったですね。人形がですね、一人で、ね、落ちちゃうんですよ。でもね、それを戻してから夜寝る。でもね、その朝にはまた落ちてるんですよね。いやあ、刹那圭介だよ。仏念世界やっていきまーす。ああ、異変が起きたところやね。寝て、異変が起きているみたいな。異変が起きているではないけど。スヌーピー、何があった？お母ちゃんの作ってくれた、ユキちゃん。小さい頃に持ち歩いていたのでボロボロになっている。え？お前、スヌーピーちゃうんか？ユキちゃんって言うんか？え？え？なこれ。足元にお父ちゃんが買った花札が置いてある。少しだけ借りている。ああ、ちょっとお父ちゃんの花札をそんなに粗末に扱ったらがいいよ。どっかに片付けておきなさい。こういう箱あるやろ。おもちゃ入れのつづら、中には何も入っていない。だからさ、お父ちゃんに貸してもらっとんやけんさ、このおもちゃ入れに入れてあげとかなあかんだろ。万華鏡が置いてある。万華鏡？万華鏡か。で、紙風船が置いてある。うん。お手玉が置いてある。さすが江戸時代。江戸時代らしいもんばっかなんやけど、なんで花札のところだけ上乗れるん？一番乗ったもん、乗ったらあかんもんだろ。借り物だもの。アンドンがついている。アンドンって読むんだよ、これで。真っ暗だと眠れないから、いつもつけている。おお、そうなん？おお、名前つけてなかったの、お前のこと。日本人形がある。買ったやつな。お父ちゃんが飾ってくれたんかな。え、自分でそこに置いたんじゃない？ちょっと待って。こうなんか、自然な感じで置いてあるけど、え、リンちゃんが置いたんじゃないんだよ、これ。リンちゃん。タツの中には着物が入っている。こいつの名前決めてあげたいよな。なんだろうな。そうやな。よし、決めた。この子の名前は、ウラコにしよう。人を恨んでそうだから、ウラコってつけたいんや。いや、なんかどっかで聞いたことある名前やな。お？なんこれ、なんこれ。雪月風葉、なんて読むかわからねえ。お父ちゃんの好きな言葉らしい。詳しい意味は知らない。俺も、詳しい意味どころがどうやら、なんて読むかもわからんよ、俺は。読み方、振り仮名を振ってください。こっちの部屋は？あお！入るシーンがちょっと、リアリティやったな。なんかちゃんとドアが開く感じ。なんて読むんだったっけ？まあいいや、どうでもいいや。消えとんな。タンスの中には着物が入ってる。上にこけし、こけし。な、これ。このタンスのように一つのオブジェクトで2マス分使っているものには左右で別々の情報が出ることはありません。あ、これまでのフリーゲームと一緒やな、これは。着物。あ、わかってるわかってるわかってる。もう二つ。もう二回も説明せんでいい。お母ちゃんの鏡台。うん。これは？振り子時計。特に怪しい場所はない。うん。普段使わないものが入った。なんて読むん？難しい。関係順1級とかいい。2級とかそのあたりの感じじゃないのが。くそ。やめなら振ってくれ。今の漢字スキル同行じゃなくて、もう読める人が多そうな難しい感じだと思うんやけどね。あ、倉庫や。埃をかぶった。まだ読めない。なんて読むんや。段ボールでいいやろうが。段ボールでいいやろうが。この時代段ボールないんやけど、段ボールでいいやろうが。うちの難度は、ただのガラクタ置き場。何度？倉庫でいいやろうが。何度とか言ってんじゃねえよ、くそ。江戸時代。江戸時代よ。お父さんとお母さん。ああ、こういう、ちょっと、まだ、幼い女の子を、真ん中に寝かせてあげようとは思わんのか、このお父さんお母さんは。別の部屋で分けてさ。いや、何歳か分からんよ、りんちゃん。幼く見えるけど、もしかしたら中学生レベルかもしれん。中学生レベルってもおかしいけど、中学生の年齢かもしれんけどさ。ほんと、いくつだろう。こっちじゃ、あ、お父さんとお母さん調べてないな。あ、知らせに行かなきゃで来たんやけん、お父さんとお母さん調べなあかんよな。着物の女性が描かれた浮世絵。お父さん、お父さん。
お父ちゃんは夢境界で寝ている、起こすと機嫌が悪くなるからやめとこう。お母さん、りんちゃんどうしたん、眠れないん、下で物音がしたんよ、ぬすっとかもしれへん、きっとネズミ境になんか胸騒ぎがするんよ、金星境に早う寝よし。わあ、もうなんか古い言葉やん。なまりすぎてちょっと読みにくい。お母ちゃんもう眠いやな、この家の安全はうちが守る、一人で行こう。頑張る。お母ちゃんついてきてくれよ。お父さん起きてくれよ。寝てる場合じゃないですよ。くそ。下行けばいいんかな。一回。止まった止まった。なんか聞こえる。また聞こえた。怖いけど行ってみよう。どこに。とりあえずこれ調べよう。水墨画が飾ってある。お父ちゃんの友達がくれたらしい。あー、お父ちゃんの友達こんなん書くんや、すごいな。すごいけどどうでもいいよ、その友達がどんなんか知らないからね。って止まった。近くで鳴っている。なんだなんだ、この机の下とか、机の下、机の下とかではない。掛け軸の裏、高価なもの。違うんか。あ、なんつうか、忍者屋敷とかだったら掛け軸の裏に道があるよ的なのがあるけど、忍者屋敷じゃないからね、平民の家だからね。座布団が積まれている。こっちなんだろう。おお、繋がっとんじゃ。何個こんなところある。ああ、ここね、ここに繋がっとんじゃ。なるほどね。これ何、漬物製造中、しば漬け。なるほどね、江戸時代らしいっちゃ、江戸時代らしいかな。ご飯を炊く釜。石造りのかまど。あんまり現代では見られんようなもんばっか置いてあるな、やっぱ。時代ですね。今じゃもう、ボタン一つでお米が炊ける時代やもんな。すごいよな、技術って。黒電話。あー、黒電話なりそうな気がする。なって人形さんがなんか喋りかけてくるん。あ、トイレや。なんとかなんとか式便所なんて読むかわからん。和式って書いてくれ。中は真っ暗。便所紙、トイレットペーパーって言うてくれない。やっぱ時代ですね。トイレットペーパーじゃなくて便所紙ですよ、皆さん。やや大きめの樽か、これ。OK か。上から落ちてきたら痛いはずだ。おはははお前さ、時代古いくせに最近のバラエティのネタとかよう知っとんな。結構こういう時代からそういうのあったんや。昔ながらのネタなんやな。小さい OK、少しだけ痛いかも。小さいから少しだけっていう変え方。ちょっとそこら辺こだわってるね、サクスちゃん。サクシャさん。あー、噛みよる。湯船が狭いからいつも銭湯に行っている。そうなん、よっぽどのことがないと使わない。そうか、お金持ちなんやな。銭湯バンバン行けるってお金持ちなんやな。道理ん、外に出るのはやめとこうってけど、なんもなかったよ。としたらここに何かがあるって考えるんが定石っちゃ定石なんか。ここで音が聞こえたんやし。なんやけど、え？そこそこ調べようんやけど。手鏡。これ、お母ちゃんの手鏡。音はここから聞こえる。あ、なるほどな。おお！いいデザイン。今でもこういう好きそうな人おりそうやもん。この鏡、真っ黒。なんで何も映らへんの？ちゃんと映るよ。鏡の中のリン。あ、本当だ。ちょっと忙しくて。すぐに鏡に出られなかったの。鏡ってそういうもんなん？知らないの？鏡の中にはそっちと同じ反対になった世界があって、同じように生活しているのよ。そうなん？知らんかった。音を出して誰かに気づいて欲しかったの。今こっちの世界が大変だから助けてほしい。鏡の世界？そうよ。頼めるのはあなただけ。助けて。もう一人のうちが困ってるなら助けるよ。どうすればいいん？
2階に大きな鏡があるでしょ。そこからこっちに来て。機械をつないでおいてから鏡に迷わず飛び込んでね。お母ちゃんの鏡台ね。すぐに行く。鏡台？兄弟か。まあいいや。手鏡も持っていこう。手鏡を手に入れた。ちょっとリンちゃん、会話中は突っ込まんかったけどさ、なんでうわびっくりしたとかそういうんないん。鏡映って鏡の中の自分が喋ったんやで。普通びっくりするところやろ。リンちゃん、結構怖いものなしな感じなんかな。よし、鏡の中に入ってみよう。何の疑いもなしに入っていけることもすごい。おっと、もう一人のリン、来てくれてありがとう。鏡の中ってこないな風になっとったんやね。あれ、うちと着物違うん？私はこの柄が好きだからこっちを着ているの。そうなんか、おしゃれは大事やね。そんなことよりこの世界が変になっちゃったのよ。この異変を放っておくと鏡が映らなくなって大変なことになっちゃうんだよ。それは大変。鏡が使えんと困るよ。そうでしょ？だから助けてって今気づいたんやけどさ、鏡の中のリンはなんかなまってないんかな。なまってないような気がする。うちは何をすればいいん？この家に住み着いた化け物をやっつけてほしいの。化け物住み着いてるの。化け物大事？初めてやけど頑張るよ。怖いとかならんの。怖いとかならんの。化け物大事？うちそんなことできへんとかそういうんじゃないの。受け入れるんやね。すごいな。え？もう一人のリンが行動メンバーに加わりました。ああ。なんか三人に増えたけどね、一瞬。一瞬三人に増えたで、セーブね。ってことは、こう映ってる。うん。一瞬三人に増えたけど、そこはもうノータッチで行ってほしいんかな、作者さん。ああ、おるわ。後ろについてきとるわ。もう一人のメンバーに加わりましたって、映っとんは元の世界のリンだけかと思ったら後ろについてきてる。ポケモン、昔のポケモンのピカチュウみたい。なんかいいな。ん？上にこけしが飾ってあるけど手が届かない。うん。それなんか手届いたらなんかありますよぐらいの感じのがあるんかな。時計が左右反対だと違和感を感じる。鏡の世界やけんな。じゃあ出ていこう。ああ、そうか、これも反対になるんだ。鏡の中の文字って混乱すんね。ああ、だからそれ読めんの、俺、読めんの。意味知ってる。鏡の中の輪、意味知ってるんや。意味は、四季折々の自然の美しい、景観のこと。景観って読む、これ。うち言葉は知っとったけど意味までは知らんかった。うちも賢くなりたいわ。なれると思うよ、そのうちね。いやー、なんか意味深なこと言いやがって。未来を知っとるようなことを言うのはやめなさい。お、あー、ちょっと裏子が動いてる。裏子が動いてるよ。ちょっと裏子が動いてるんだけど。うちのおもちゃどこに行ったん？片付けておいたよ。ダメだよ、散らかしたままだと踏んじゃうでしょ。俺も思ったよ。もう踏んだら壊れちゃうよ。壊れたらかわいそうでしょ。お母ちゃんにも早う片付けよしって言われるんよ。そりゃそうだよ。ちゃんと物は片付けましょう。それも一つの礼儀というか、なんだろうね。いいことが思いつかないけどね。消しておいたよ。火事になったら大変でしょ。火事になったらみんな燃えちゃうよ。そんなの許さないよ。危ないところだったね。ありがとうな。気をつけてね。怖い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 。お前そんなに怖いやつか。そんな、別にどうでもいいところで怖がらせんでもいいやろ、あんま。怖い顔せんでもいいやろ、もう。そうやって裏子何してるん？よろしくね、リンちゃん。あれ？お人形が動いとる。鏡の中は人形が動くんやね。こんなの連れてきてないよ。え？ふふ？勝手に来ちゃった。この世界の化け物のこと知ってるよ。リンちゃんになら、こっそり教えてあげるよ。お人形さん、ありがとうな。マジで？化け物のことを教えてくれるん？化け物のこと？
化け物のこと、妖怪かを、妖怪なんかも知らんけど、目玉親父さんが、もしかしたら、このフリーゲーム見て来てくれるかもしれんけど、目玉親父さんに聞けばいいと思うんやけどな。何か聞きたいの？わ、いろいろある。じゃあ、これ全部見てから。女のやつ。どっちのことかな？下の階にいる方でいいよね？下の階におるん。ちょっと知らんよ、そんなん。初めて聞いたんですけど。ちょっとネタバレやめてくれない？裏子。恨むよ、本当に。ネタバレしよったで、この人形。何してくれとんな。ちょっと、楽しみ。何一つ潰しとんな、お前。あかん、これ見たらあかんやつや、多分。他二つあったけど、見たらあかんわ、これ。あ、手の化け物とか、白い化け物とか、そういうのが出てくるわ、ってことだろ。見たらあかん、見たらあかん、見たらあかん。これ見たらあかんやつや。多分見たらあかんやつや、これ。やってもった。女の霊が出てくし、一階におるってこと分かってしまった。いやー、やめて、そういうん。くそ。はい。というわけで、今回はこの辺にしておきますか。面白かった。面白かったですか。この裏子がやらかしようってさ。ああ。とんだハプニングだよ。というわけで、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。